モンショ章アルブレフとスタニスワフ・ラジビュー公爵は、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、政治家。1619年より、リトアニア副大法官、1623年より、リトアニア大法官及び、ビリニュースの大官を務めた。検問、ラジビュー家のウルイカ領主系統の最後の人物、アルブレフとラジビュー四世とも呼ぶ。 生涯にわたり絶大な政治的影響力を保ち、また、対抗宗教改革の熱心な推進者として、共和国内のプロテスタント勢力と敵対した。リトアニア区内長官を務めたスタニスはフラジビウ、公爵の子として、父の世襲領を類化で生まれた。彼は、生涯にわたって、共和国の複数の養殖を占めたが、そのうちの一部は、世襲的に手にしたものだった。 直接の領地である、ボウィンのオルイガを管理すること以外に、彼は、征服の大法官としてリトアニア大公国の国外、国内政策に関わり、またビリニュス、コベル、トゥショラ、グニエフ、ピンスク、ビエルに、ダウガフピルス、コブルイン、シャウレイの大官を務めた。アルブレフトは、国王ジェグムント三世の支援者として活動したが、その息子ブアギスワフ4世とは、宗教問題で、 しばしば衝突した。ブワディスワフ4世はプロテスタントに寛容で宗教的寛容政策にも積極的だった。これに対しアルブレフトはヒカトリックの宗派すべてを嫌い、彼らに与えられる権利や特権に関する文書に大法官印字を押すことを拒むこともあった。またアルブレフトはリトアニアに対する愛国心の強い人物でもあった。彼は同国人が ポーランド人から差別されることのなくなるよう努力していたし、リトアニア人もポーランド人と平等に、二民族の連邦政治体を代表するという考えを崩さなかった。ただし、彼の考えでは、非カトリック教徒はカトリック教徒とは決して平等とはなり得ないのだった。異教徒に対する彼の差別意識は王国大法官だったイエジー・オストリンスキに指示された。アルブレフトは、 ハプスブルク家に好意的で同家出身のブワディスワフ4世の王妃設入リアレナータの親しい友人となった。ラジビウ家の一員としてアルブレフトもまた一族に対する支援を惜しまなかった。異教と嫌いとの評判が高かったにもかかわらず、彼はカルバン主義を信奉する親族たちとも協力関係を築いた。彼は共和国で最も富裕なマグナートの一人だったが、 セツイリア・レナータの助官、およびスタニツワフル・ボミルスキ公爵の娘との二度の結婚生活で後継ぎを設けることはできなかった。1656年にアルブレフトが亡くなると、彼の遺産はネスビジ領主系統に相続された。彼は1632年から亡くなる1656年まで、日記、ポーランドの歴史に関する改装を、新ラテン語で執筆しており、当初は、 ポーランドリトアニア共和国の貴族階級が残した日記類の中でも高い評価を受けている。ありがとうございます。